あ、そうだね。ん？どうしたんだ、バニラ。向こうに何か。おや、あれは。あら、あなたたち。もしかして、ここでピクニック？私たちもここでピクニックしようと思って、少し暇ができたし、コンビニでピクニック用品がちょうど安かったから。そうなんですか？じゃあ一緒にやりませんか？そうね、そうさせてもらおうかしら。この卵焼き食べてみてください。今日の自信作なんです。あら、ほんと美味しいわ。じゃあ代わりにこっちのチキンをあげる。 急ににぎやかになりましたわね。お聞きになりたいですか？では少し長くなりますが、みんなでピクニックですか？ 偶然ですね。まあ、整備班の皆様がご一緒ですよね。どうされましたの？刺激もしばらくないから、整備班みんなで親睦会でもしようかって話になったんですよ。コンビニでレジャーシートとかが安かったから、じゃあピクニックにしようと。お茶でしたか？いえ、構いませんわ。お茶いかがですか？ タクト、そういえば何のお話でしたかしら。タクト、何首ひねってるわけ？ああ、わかった、食べ過ぎでしょ。薬飲みますか？ 私たち、すごい！どうしてわかったんですか？マイヤーズ司令、もしかしてテレパシーが使えるとか？ どうしたんだい、げんなりしちまって。お前さんももっと楽しみなよ。 この状況？ ああ、2番の連中のピクニック大会のことかい？普通はないだろうね。ところが、ミルフィーが絡んでいると、そうとも限らなくなるのさ。いいか悪いかはともかく、なぜか偶然にすごいことがよく起きるんだよ。 ミルフィーがいるとさ。はい、私を呼びましたか？うわー、また人がいっぱい来ましたよ。賑やかで楽しいですね。何より証拠だ。ミルフィー、例のあれを見せてあげなよ。あ、あれですか？わかりました。司令官殿、小銭を持ってるかい？ それ、ちょいと借りるよ。 こうなっちゃうんです。投げ方にコツがあるわけでも何でもないんですけど。これでわかったかい？ミルフィーが何かすると、いつも確率を無視した出来事が起きるんだよ。いい
も受けたんです。でも超能力というわけじゃないんだそうです。極端に運が良かったり極端に悪かったりどうなのかは私にもわからないんです。私が何を考えているとか何をしているとかそんなのに関係なく突然いいことや悪いことが起きちゃうんです。この前司令官殿に迎えに行った時に敵と出くわしたのもミルフィーの運のせいだったりしてね。あ、ボルテさんもやっぱりそう思います？あの時はいきなり敵が現れたからびっくりしちゃいましたよね。その運がいい方に転がったおかげで私らが助かったことも一度や二度じゃないけどね。イエーイ、司令、楽しんでますか？こっちはもう大盛り上がりですよ。あらあら、みんなでダンス始めた連中もいるよ。私のお花見っていう行事みたいです。こういう雰囲気って私大好きです。もしそこの方あまり木の高いところまで登られると危ないですわよ。鳥が驚いています。聞いちゃいないね。しょうがない、私が注意してくるよ。ですが息を揺さぶるのはいかがなものかと。さっさと降りといて。聞こえないのかい？手間かけさせるんじゃないよ。うひゃー、落ちましたわね。大丈夫だとは思いますが逮捕してまいりますわ。あれ、向こうから煙が出てませんか？バーベキュー？やっほー！トウモロコシもらってこようっと。ランファさん、これ以上召し上がると適正カロリーをオーバーしますが。まさかあんた、ずっと計算してたの？はい、全員分を。あんたも暇ね。それはともかく、細かいことは言いこなし、香ばしい匂いが私を呼んでるわ。ほらバニラ、あんたも付き合いなさいよ。はい、ランファ、向こうの人たちの食べ物なんだからあんまり横取りしちゃダメよ。まあバニラがついてれば心配ないか。あのケーキ食べたいですか？実はあるんです。先に焼いておいたものがあったんです。一人分しかなかったからみんなには黙っていたんですけど、せめてタクトさんには食べてもらおうと思って。だって今日の主役でしょ。味はどうですか？よかった。今度はもっとちゃんとしたのを作りますから。本当ですね、ずっとこのままでいられたらいいのに。あ、タクトさん、ほっぺたにクリームがついてますよ。あげます。じっとしててください。紙ナプキンはどこかな？遠慮しなくていいですよ。
ごめんなさい。私ったら。こちらです。どうぞ。こんなことになるんだったら、水で落ちないマスカラにするんだったわ。先生、今はそんなこと気にしてる場合じゃ。傘を持ってきて正解でしたわ。話は後だ。まずはここを出よう。ずぶ濡れになっちまうよ。でもまだお弁当が。ちょっと濡れただけです。心配いりませんわ。卵焼き。しょうがないよ。また今度作ってくれ。けど今は風邪ひかないうちに着替えたいね。いえ、雨というよりはバーベキューの煙でスプリンクラーが作動したのだと思います。なるほど。こんなことになるんじゃないかと思ってはいたけどね。すみません。多分これってミルフィーのとんでもない運のせいね。ミルフィーの運は良くも悪くも両極端なのよ。いい時はとことんついてるけど、悪い時はとことんダメなの。そのたまたまを起こすのがミルフィーさんなんですよ。同感です。私もそう思う。ま、今回は解放だよ。敵襲だ。早くブリッジに戻れ。このままで出撃するの？もう最悪！ああ、なるほど。って、今はそんなこと言ってる場合じゃないでしょ。今日の敵には同情いたしますわ。怒ったランファさんがお相手なんですもの。よし、行くよみんな。ルクトさん、私の運のせいで。やばいぞ。運の悪いことに、俺たちは敵の警戒網の真ん中にドライブアウトしちまったらしい。ああ、予想以上に進行スピードは速いらしいな。無理だな。向こうももう気づいてるだろう。無人艦隊、こちらへ転進しました。敵の推定射程圏内まで最短で約5分。ほら、格納庫のエンジェル隊より通信です。エンジェル隊1番機から5番機スタンバイ完了。いつでも出られるよ。ラッキースター、エンジン出力が上がりません。なんだ、まったくこんな時に何をやってる。そう目くじら立てなさんなって。紋章機ってのはデリケートなんだ。特
特にミルフィーのラッキースターはいろいろと不確定要素が多いんだよ。なんだそりゃ。タクト、何を納得してるんだ。敵艦隊への距離2万を切りました。ああそうだな。しかしラッキースターはどうする。本調子でないとはいえ紋章機の戦闘力は貴重だ。多少無理してでも一番機も出した方がいいんじゃないか。言い方とは、これから現在の状況と作戦目標を説明する。よく聞いてろよ。アルモン、周囲の状況をモニターへ。了解。エルシオールが今いるのはここだ。この図で言うと一番左下だな。で、次の星系へ行くためにはこの回廊のような細い宙域を抜ける必要があるわけだが、のんきなことを言ってる場合か。敵はもうすぐそこまで迫ってるんだぞ。残念ながら敵を振り切るにはクロノドライブを行うのが最適なんですが、ここでは無理です。クロノドライブができるのは星間物質や重力場の影響が少ない宙域に限られています。しかしこの先は小惑星やゴミが多すぎて。どうするタクト、一旦クリオム星系まで戻って別のルートを探すという手もあるぞ。そうかもしれないが、エルシオールと紋章機だけで戦うのはリスクが大きすぎる。わかった、お前の判断を信じてみるか。ここ、敵の分析はできているか。はい、モニターに出します。巡洋艦タイプ、駆逐艦タイプ。外見や性能は広告軍の同型艦とそっくりだが、運用はデタラメって感じだな。俺たちを探していたんだろうが、もうバラバラに分散しているなら一気に突破できそうだな。以前広告軍と演習を行った際、紋章機1機で巡洋艦2隻と互角以上の戦いをしたというデータが残っています。おいおい、急いで突破するんじゃなかったのか。くれるじゃないのさ。私たちの実力まだ理解してなかったのかい。こっちも楽しみにしてるわよ。あんたがどれだけやれるか見せてもらうわ。はい、了解しました。作戦内容を確認する。